こんにちは。今回紹介するのはフィギュアーツの仮面ライダーアビスです。定価3990円でした。これは仮面ライダーディケイドの仮面ライダー龍騎の世界に登場する仮面ライダーアビスっていうちょっとマイナーな仮面ライダーなんですけれど、今回まさかの一般発売されました。箱は、仮面ライダー龍騎のシリーズと同じようなスタイルになってるんですけれど、ここの部分はやっぱりきっちり仮面ライダーディケイドになってます。中を開けるとこのようになっています。アビス本体と付属する武器、手首、そしてアビスのカードデッキをモチーフにした台座が付属します。腕の可動はどうしても肩のアーマーがあるので干渉してしまうんですけれど、でもそんなに気になるものではないですね。デッキはこのように取り外すこともできます。足はこのように稼働します。あともちろん隆起系なので足首はダイキャスト製パーツが使われています。交換用の手首は平手と開き手、それから武器を持たせる手首が2種類、そして右手だけなんですけれどアドベントカードを持たせる手首がついています。続いてアビスバイザーを取り付けます。左手の手首を外してこのように装着します。バイザーはこのように開いたり閉じたりすることができます。一つ注意する点があって、バイザーと手がちょっと接触して彩色が剥がれる可能性があるので、その点は注意してください。アドベントカードは全部で4枚付属します。アドベントカードはこのように持たせたり、バイザーの中に挿入することができます。同じ要領で右腕の手首を外してストライクベントのアビスクローを再現することができます。こちらも口がパクパクと開くことができます。最後にソードベントのアビスセイバーです。劇中では1本しか使っていないんですけれど、設定通り2本付属します。ということでフィギュアーツ仮面ライダーアビスの簡単な紹介でした。隆起系のフィギュアーツなんでやっぱり出来はすごくいいです。メタリックブルーの塗装も綺麗ですし、あとは武器もファイナルベントのアビスドンはちょっと付属しないんですけれど、それ以外の武器は全部付属していますので、すごい遊びがいもあります。最初にも言ったんですけど、この仮面ライダーアビスはすごくマイナーな仮面ライダーで、今までもキーホルダーぐらいしか立体化されてなかったんですけれど、今回フィギュアーズでしかも一般販売されまして、ぜひもう店頭で見かけたら手に取っていただきたいですね。